6月10日になりました。おはようございます。総価塾の久保でございます。今日は5時44分で相場解説に入るんですけども、なかなかねキリッと上の方に上がらないですね。まあレンジ相場の中でもちょっと緩やかな右肩上がりのレンジになっている、いわゆるフラッグの状態なんですけども、ここに来て遅々として上昇のスピードが遅いんで、ただ見てるだけの2日間が過ぎてしまいました。まあ画面切り替えてもう一回おさらいの意味でね、どういう風に考えているのかやっていきましょう。どうぞ。じゃあこれデイリーですけども、デイリーはもうね注目の点はここなんですよ。こういう風にほらフラッグを書いてるでしょ、右肩上がりで。これがまず見えてるかどうかっていうことなんですよ。これ数日前に私この形をお話ししました。上から入ってきたのがねこうなってるよっていうのが、まあすでにヘッド&ショルダーでも何でもなくってフラッグを書いてるところなんですけども、ここに来て今度はエントリーポイント赤で示しました109円の785、あれ785だったかな、なんかちょっと違うような気がしますけどね。ちょっとここ閉じてみましょうか。4時間の方見ていきます。まあここだったのかな、ちょっと私記憶が曖昧で申し訳ありませんけども、エントリーポイントを109円の785で設定してるとして、その赤いラインを引いてるとしたら、今ね右肩上がりになってきている、この陽線もしくは陰線がですね、まだそこに達してないんでエントリーしてないってとこですかね。ここを抜けると、あとはここまで、どのぐらいですかね、20ピップス30ピップスぐらいを狙いにバイで入れるっていうところにはなるんですけどね、まあ、ここから下に下がればエントリーのチャンスはまた失うってことになりますけども、これやっぱりデイリー見ても分かるように右肩上がりで今フラッグのね、中のレンジが推移してるところじゃないかなと思うんですけどね。じゃあちょっと1時間の方見ていきましょう。109円の785をエントリーポイントとして、今ねまあ横ばいに入ってるところですよね、ここから、うん、でこれがちょっとねキリッと上昇していただければ、そしてここを超えていただければエントリーできるんですがね。で当面の目標この辺りまで進んでくれるかなっていうところですよ、うん、どうですかね。まあそれを期待しながら今日も見ていきます。あとね15ピップスぐらいを上に登ってくれるだけでいいんですけどね。ということでね、まあ道筋は見えてきたんですけども、いかんせん上昇のスピードがここに来て遅いんでエントリーができないでいますけども、まあブレイクの直前ってのはこんなもんでしょうね。相場ってのは横ばいとブレイクを繰り返すものですから、ボックスとブレイクをね、今長いボックスに入ったのかなってところでございます。ただまあボックスの中でも天井今ね行き来してますんで、109円の637あたりでやきもきしてますんで、ここを抜けて上昇するようでしたら一気に109円の785このエントリーポイントを迎えるんではないかなと思って、それを信じて待つしかないというところでございます。その他に今ねこのドル円で利益を取れるポイントが全然生まれてませんから、この横ばいの小刻みですからね、ここはもう、まあ待つしかないと思っております。その代わりブレイクしたらしっかりと取っていきたいなと思いますけどね。それでは、木曜日になりましたんで、あとチャンスは今日明日ぐらいしかないかなと、ちょっと焦りますね。いってらっしゃい。